妖怪劇場妖怪検定7級にゃん。それでは今から妖怪検定7級の試験を行います。では早速始め。ミス、字から始まる妖怪の名前を一つ書きなさいってめちゃくちゃ簡単な問題だミス。ジバニャンって書けばいいんですよね。ジーバーニャウィス、間違えたでウィス。消しゴム消しゴムって、これはんぺん。そうでウィス、昨日の夜寝ぼけながら筆箱の準備をしたから。あとは消しゴムを入れてと。あ、これこれ、消しゴムとはんぺんを間違えたでウィス。でも大丈夫でウィス、筆箱にはもう一個裏側にも消しゴムを入れておいたんでウィス。で、これ白米。そうです、今朝起きてすぐに筆箱の裏側の準備をしたから。消しゴムと白米を間違えて入れてしまったでウィス。ですがですが大丈夫、私には天然の消しゴムがあるんでウィス。言ってんの、これでささっと消せば。ウィスウィスウィス、あんまり綺麗に消えないでミスね。ならばもっと力を入れてミス。あ、え、はい、試験はここまで、解答用紙を提出してくださいませ。いや、ちょっと待って、これ消えないって。簡単だったでー。ゴシ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 、余裕で合格です。ちょっと待ってください皆さん、待つでミス。なんじゃこりゃ。おしまい。